よし、繋がったね。もしもし、僕の声が聞こえる？安心して。僕とフェアリーが君を全力で守るから。依頼人と心置きなく話しておいで。それと、羊飼いからの暗号も忘れずに。ファイヤー・サンダーだ。ファイヤー？サンダー、あなたは約束の時間に2分55秒もの遅刻をした。防衛軍においてこれは見過ごすことのできない規律違反に当たるわ。また処罰として腕立て伏せ175回、あるいは片手腕立て伏せ 87.5 回が課せられることになる。 0.5 回の片手腕立て伏せってどうやってやるの？もう一つ、そのような浅はかな質問をした者には処罰を倍にする決まりがあるの。だけど民間人の行動や言動を正すのは私の責務ではないし、ましてや今回の目的でもない。羊飼いが推薦したプロ騎士ね。まず初めに同意して。この会話が終わったら私たちがここで会ったことを含む全てはなかったことになる。それだけ重要な機密に関わるの。いい？私は防衛軍オブシディアン大隊所属11号。あなたの情報は全て羊飼いから把握しているけど、私が示すことのできる誠意はこのコードネームだけよ。あの依頼人、素性を隠しているね。11号なんてただのコードネームだろうに。それで誠意だって本当の名前があるはずだ。ルーシーとかマリーとか、合わせてルシマリとか。まるで旧文明のウエスタン映画のようなネーミングセンスですね。これがあなたの渾身のユーモアですか、助手2号。静かに、依頼人が続きを話すみたいだ。羊飼いによればあなたは南部出身の放浪者で並々ならぬ手腕を持っている。にもかかわらずこの都市には定住していない。かつてはクリムゾンアイズハーミットとしてプロ騎士業界では知られた名だったようね。クリムゾンアイズハーミット？ああ、そうそう、それ私の名前。信じられないな。あの羊飼いのネーミングセンスがこれほどに壊滅的だったとは。手短に言うわ。私の依頼は至ってシンプル。裏切り者探しよ。最近防衛軍にスパイが紛れていることが発覚した。正体はここ一帯の反乱軍勢力から送り込まれた工作員。当の本人は正体がバレていることに未だ気づいていない。私の上官はそれを逆手にとってスパイを反乱軍の支部まで泳がせ一網打尽にするつもりよ。私はこの計画の執行者として防衛軍を裏切るふりをして目標のスパイと接触するよう命じられた。計画は概ね順調に進んでいるわ。ただかなり下手に出ているにもかかわらず、目標は私を完全には信頼していない。とはいえいくらか収穫はあって、目標がとある名だたるプロ騎士を崇拝しているという情報が入手できたの。そのプロ騎士の協力を得られたと偽ることができれば、彼は直ちに私を上層部に取り継いでくれるでしょう。あなたにはそのプロ騎士に扮してスパイの指示を遂行する手伝いをしてもらう。これが今回の依頼内容よ。できるかしら、スカーレットライズテルミット。その私に扮してほしいっていうプロ騎士の名前は？そのプロ騎士の大層な名前は民間人に疎い私でさえ知っているわ。パエトーンよ。これは予想外の試練だな。パエトーンに偽装する、間違いなくパエトーンにとって前例のない依頼です。あらゆる検索エンジンで自分を偽るを検索中。
マッチ度の高い3件を提示。戸籍偽装、カモフラージュ、死んだふり。いつも助かるよ、フェアリー。君のいない生活なんて考えられない。うん、本当に大丈夫？カーマイン・アイスハーメルン、ずいぶん戸惑っている様子だけど。大丈夫、何にも問題なし。全然動揺したりとかしてないから。かの有名なパイトーンを演じるにあたってプレッシャーを感じるのも無理はない。羊飼いは情報屋としての名誉をかけてあなたを推薦した。よって私は信じる。あなたは私や新エリート防衛軍、いえ新エリート全ての期待を背負っていると言っても過言ではない。だから肩の力を抜いて。逆にプレッシャーをかけてない？あなたたちプロ棋士の業界のルールにのっとり、依頼の詳細を暗号化してインターネットという名のフォーラムに投稿した。詳細を確認した後でも覚悟が鈍らなければ引き受けて。また連絡するわ。お疲れ様。あの11号っていう依頼人、まさかここが凛の家だなんて思いもしなかっただろうね。新エリート防衛軍からの依頼、それも裏切り者探しときた。まさか彼らの機密事項に関わることになるとはね。相応のリスクも伴うだろう。どうする、依頼を受けようか、それとも断って羊飼いの問題は自分で解決してもらおうか。お兄ちゃん、やっぱりやろうよ。虎穴にいらずんば虎子を得ずって言うじゃん。ああ、確かにそうだね。依頼はすでにインターネットに登録されている。決心がついたら詳細を確認するといい。私はあくまで記述。準備完了。私はあくまで記述だよ。出動。はーい、出発。5秒後に標的のスパイがログインする。彼のことは便宜上モグラさんと呼んでいるわ。そのつもりで5、4、3、2。モグラさん、パエトーンを連れてまいりました。近くにいるのでしたら直接会って話しませんか。速やかに行動を開始しましょう。一刻も早く防衛軍から逃れ、貴殿からいただいた報酬でスグリの生い茂る農園を買いたいのです。そこで犬のメイドとのんびり余生を送ることができれば、他には何もいりません。おお、スグリの生い茂る農園。先ほどから一言も発していませんが、どうかしましたか。パエトーンに憧れていると伺っていましたが。甘く見られたものだ。リモート通信で適切な比喩かはさておき、そちらからは陰謀の匂いがプンプンする。この都市で棚からボタ餅なんてことはありえない。ましてやそれが鏡餅とくればなおさらだ。デビューから今に至るまで数々の偉業を成し遂げた伝説のプロ棋士パエトーンが、
新規な軍隊気取りの資料を盗む任務のためにわざわざ俺のような卑しい日陰者と手を組むはずがない。新規な軍隊気取り、嘘じゃないもん。もし私がパエトーンじゃなかったら一生カップ麺の調味料抜きでいいよ。人影の極辛ラーメンから調味料を抜くことは兵士から武器と将校、そして故郷を取り上げることと同義です。想像するだけでも恐ろしい。パエトン、貴殿の誠意はしっかりと伝わりました。おい待て、ニッチな例えをするな。俺にはちっとも伝わってないぞ。そうだな、ちょうど腕試しに使える任務がある。防衛軍が次に活動する予定のホローに軍用盗聴器と発信機を仕掛けてこい。口では何とでも言える。もし本当にパエトーンだというのなら実力で証明してみせろ。盗聴機能付き発信機を仕掛ける必要があるわ。目標ポイントは全部で3箇所よ。どうやって仕掛けるかはあなたに任せるわ。伝説のプロ騎士とドアの情報を解析します。目標ポイント1番、盗聴機能付き発信。フェアリーが演算中。なあプロ騎士、お前本当はパエトーンなんかじゃないんだろう。なんで黙り込む。ここは何か言うとこだろ。普通あるだろう、反論とか。こう任務はパーフェクトに達成した、これがまごうことなきパエトーンの実力だとかなんとか心強い言葉で依頼人の不安を取り除くもんだ。伝説のプロ騎士パエトーンともあろうものならそのくらいのサービスは標準装備じゃないのか。そういうことはセラピストにやってもらいなよ。モグラさん、なんだ、何か言いたいことでも。貴殿は今私の心をひどく傷つけました。苦労の末やっとパエトーンに出向いていただけたというのに、貴殿は非礼な態度を貫き猜疑心を隠そうともせず何度も探りを入れて数々の無礼を働く始末。伝説のプロ騎士に対する敬意を微塵も感じられません。これを言うのははばかられますが、パエトーンの協力を仰ぐために私は想像を絶する代償を払いました。それゆえに今回の活動が功を奏するのを誰よりも切に望んでいるのです。パエトーン、そうですね。ああそうそう、本当すっごい代償だったよね。なんと軍人さん。そうか、そうだな、パエトーンともあろう者が俺ごとき日陰者にそうやすやすと手を差し伸べるはずないと思っていたが、よもや軍人さんがそこまで身を削ってくれていたおかげだったとは。俺がこんな調子では軍人さんの献身を無下にしてしまう。結果のためならどんな代償も厭わない。それが軍人という生き物です。それなら早速次のビーコンの設置へ向かってくれ、プロ騎士。いや、プロ騎士様。多少は不信感を拭えたようだけど、やっぱり相手はこちらを完全には信用していなかったね。幸い11号のおかげでなんとか切り抜けられた。だけどまだ油断してはいけないよ。相手は裏切りを常とするもの、油断は禁物よ。
せて。マスター無事盗聴機能11号様が。いいから何も言わないで早く設置するの。フェアリーが演算中。完了ね。次のポイントに向かいましょう。隠しルートを見つけたの。キャロットのデータを読み取り中。モグラワズヒア、マスター。ヒント、ここは第15番へそくり、いえ軍事物資保管場所です。また両側にトラップが仕掛けられています。月発信機を前回の経験を。フェアリーが演算中。もう仕事を終えた？だと？その実力、身のこなし、確かに偽物とは思えない。今すぐ画面の向こう側に行って、パエトーンが足をつけた大地の全方位に向けて敬礼をしたい。落ち着け落ち着け、ことは重大なのだ。この程度でほだされていてはいけないな。それに気のせいか、どことなく不自然な匂いがするのも事実。くん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 。
おーい、聞こえてるよ。キュイ、変な音が聞こえたような。通信設備の故障、そういうことにしといたげよ。依頼人だってたまに不信感を抱くことくらいあるよね。はえ、プロキシー、お前は分かってくれるのか、この俺の気持ちを。好奇心は当然だよ。なんたってこのパエトーンは、パエトーンはいわば歩く伝説、フォローの全てを熟知していると言っても過言ではありません。新エリートにおいては小学生でさえその偉大さを知っています。全てをだと、それはまた随分大きく出たな。フォロー調査協会だってそこまでは豪語しないだろうに。ねえモグラさん、え、私たちとリアルタイムで通信できるってことは、あんたもこのフォローにいるんでしょ。なんだその程度のこと、常識の範疇じゃないか。いいこと教えてあげる、経験でわかるんだ。ここはもうすぐ活性化するよ。エーテリアスの活動だってずっと活発になるはず。そんなバカな、調査協会の方はまだ活性化警報の彼女もないんだぞ。モグラさんは知る由もないだろうけど、フェアリーの速さを協会と比べてもらわないでほしいね。本当に警報が来たぞ、アンビリーバボー。経験値のみで調査協会を凌駕してみせるとは、やはり伝説と呼ばれるだけのことはあったわけだ。前方からエーテリアスの気配を察知、戦闘準備。そっちも油断しないでね、モグラさん。この俺を心配してくれているのか。顔がほてってきたぞ、フォローが煮えたぎってしまいそうだ。よし、エーテリアスどもの殲滅をもって、この小さな冒険の幕を華麗に引こうじゃないか。通話はこちらから切らせてもらおう、お邪魔になるといけないからな。ああ、どんな称賛の言葉ならそのご孔明に劣らないのか。いやいや、積もる話はひとまず戦闘の後だ。次が今日の最後の試練よ。解決しました、モグラさん。グレイト、エクセレント、ブリリアント。プロキシとエイ
ジェント。お互いが完璧に調和した至高のデュエットだった。パエトーンにとってはこれでも3割ほどの力だそうです。これで信じてもらえたでしょ？夢じゃないよな。俺は本当にパエトーンと手を組めるのか。ようやく悟ったよ。俺の今までの人生は日々虚しく闇の中を掘り進むだけだった。そして今日そこにようやく一筋の光が差し込んだ。ああ、なんて眩しいんだ。落ち着いてください、モグラさん。確証を得た今、そろそろ本来の仕事に取り掛かるべきでは。ああ、こちらとしてもなるべく早くことを進めたい。進展があればすぐに連絡する。はい、早急にお願いします。軍人さんの老後の夢は俺に任せてくれ。パエトンの報酬も上と交渉する。どちらも最善を尽くそうじゃないか。ところでパエトン、任務は無事終わったわけだし、ちょっとした質問をさせていただいてもいいだろうか。まず周期的強制フォローを利用して某トップス企業の金庫に見事潜り込んだという噂は本当なのか。それと旧研究所の跡地で繰り広げたあの完璧な。教えてあげたいけど、いろんな機密に関わるからな。分かる人には分かるでしょ。ほら、そうか。ではまたお会いできるのを楽しみにしている。とその前に一つだけささやかなお願いが。次回はそのサインなんかをいただけないだろうか。あるいはこのモグラ目に目覚ましボイス的なものを。いきなり切っちゃってよかったの？やかましかったわね。警戒を解いた途端あんなに饒舌になるとは思わなかったわ。とにかく今はフォローから出るのが先よ。無事に脱出できた。さっきはヒヤッとしたね。思いのほか順調だったわね。信用を得るためにあらかじめ用意していたセリフの半分も使わなかった。例えばパエトーンはいかなる検知もかいくぐる、たとえそれが自動ドアや蛇口のセンサーでも。ちょっとそれは不採用だって言ったよね。羊飼いがあなたを推薦してきた時は半信半疑だったけれど、実力は確かなようね。よくやったわ、プロ騎士。スパイに次の動きがあればまた連絡する。
こんばんはプロ騎士。35秒の遅刻よ。 17.5 回の片手腕立て伏せは一旦保留するとして、今回は状況が変わったことを知らせに来た。状況？何が変わったの？野倉さんから新たな条件が提示されたの。私は彼と反乱軍の支援なしに一人で任務を遂行することになる。伝説のプロ騎士を引き合いに出したのがアダになった。パエトーンがいるのならわざわざ彼の勢力を動員するリスクを冒す必要はないということみたいね。ちょっと待ってくれ。それでうまくいけばまだしも、万が一失敗したらどうするんだい？おっしゃる通りです。ひとたび捕まってしまえば裏切り者のそしりを受けるのは11号の方です。マスター、依頼人には予測可能なリスクを見積もっておくことを推奨すべきです。プロとして言うけど、もう一度よく考えた方がいいよ。私はその条件を飲むことにした。オッケーしちゃったの？これは熟慮を重ねた結果よ。反乱軍内部は未だに私を警戒している。ここで退いてあえて疑われる材料を増やす必要はないわ。それに人間の犯す罪の中で裏切りだけは決して許されてはならないの。裏切り者を見つけ出し正義を守るためなら私は進んでリスクを冒す。手を汚すことになるんだから心構えはしといた方がいいよ。ええ、覚悟はできている。私は実践あるのみ。終わったらごちそうだ。11号によると、防衛軍内部においてこの武器の試験情報は極秘扱いとなっています。モグラさんの階級では本来知り得ない情報です。新エリート最強の人工知能のマスターでもない彼がそれを知っているのはなぜでしょうか？自立補助ユニット瞬速ローバーよ。全く面倒。本体ユニットはドローンを飛ばすわ。優先的に攻撃を。はい。1エネルギー最大火力支援。これはメインゲートの非常ボタンよ。ここを押せば。壊れているわ。プラン B で行きましょう。任務に専念しましょう。エーテリアスは避けるべき。ここよ、急いで。
まって目的地に到達した。スパイが要求した武装の資料はここにある。ここのどこ？それっぽいのは見えないけど。ええ、それでいいわ。反乱軍が欲している武装の資料というのは、防衛軍が極秘にしている実験兵器にまつわるデータよ。兵器の本体は事故による破損が原因でこのホローに取り残されている。たとえ破損した機体でも最高機密であることに変わりはない。あなたのような部外者に見られた場合、機密漏洩対策として24時間365日こちらの監視下に置かないといけない。そこまで言われちゃ見るわけにはいかないね。あなたは私の協力者だから極力見せたくないの。機密と距離を置くことはあなた自身を守ることにつながるわ。あとは私が遂行する。しばらくここで待っていて。それと来た道とは別でここからホローを脱出するルートを検索しておいてくれると助かるわ。彼女がここまで慎重になるなんて、あのモグラさん、よっぽど危うい代物を要求したようだ。しかしどうして11号は他の脱出ルートが必要なんだ。来た道を戻った方が早いだろうに。予備の脱出ルートを検索中。該当ホローエリア内に侵食を受けた知能機械が大量に存在するため、無効なデータの比率が標準値を上回っています。よって精密測定に通常より多くの時間を所要します。依頼人が戻ってきた。バックグラウンドで処理してくれ、フェアリー。伏せて、耳を塞ぐのよ。どうしたの急に。3、2、1。大丈夫。指示が聞こえたら考える前に動くの。ここが戦場じゃなくてよかったわ。実験兵器は侵食されていたけど、まだ制御を失うほどではなかったわ。だから私が機密データを取得したのを検知して自ら路角対策機能をアクティベート、自爆した。彼は忠実に責務を全うしたというわけ。防衛軍の武装として恥じるところのない優秀な兵士だったわ。でも今ので敵に気づかれちゃうかも。気がかりなのは敵だけじゃないわ。私が所属する部隊は実験兵器の後始末を任されている。もし隊員の誰かが爆発の音を聞きつけて引き返す私たちと遭遇してしまったら、私の忠誠を疑われる事態にも発展しかねない。理解できないかもしれないけど、軍人にとっては忠誠が全てなの。これがあなたに他の脱出ルートをお願いした理由よ。このような場面を知り合いに目撃されるのは極力避けておきたいわ。それで他のルートは見つかった？否定。精密測定の進捗 61.35%。 言い換えれば全体のおよそ6割程度であればガイドが可能です。ルートは探しながら行こう。よかった。では出発しましょう。来た時の道はもう安全とは言えないわ。他のエリアにある出口を探して。プロキシ、私の記憶が正しければここへ行ってみましょう。警告。マスター、背後から奇襲を仕掛ける。そのようにされますと。
危険に立ち向かう敵は無限に湧いてくる。時間の無駄よ。警告。お見事です。次回のだるまさん。ノーアル鷹は爪を隠す。警告。通信ビーコンを検知。防衛軍が残したものと思われます。防衛軍通信ネットワークのデータを用いて精密測定の効率を向上し、ホロー脱出ルートをより早く見つけることが可能。提案。あらゆる手段を使って該当位置に到達することを推奨。これは防衛軍の通信ビーコン。実はちょっと考えてることがあって。何をするつもり？つまりホローからの脱出ルートを検索する際の補助として防衛軍の通信ビーコンを利用すると。構わない、本当に有効なら使うといいわ。本当にいいの？通信ネットワークのデータは機密性の高いものよ。防衛軍はそれらを頻繁に削除、更新している。この通信ビーコンの中身もずっと以前に無効になったデータのはずだわ。
本物のパエトーンなら解析して何らかの機密への足がかりにしてしまうかもしれないけど、あくまで本物の話だからその心配はない。気を落とさないで。それらを利用してルートを検索できるだけでも私の予想を上回っているわ。なんだか複雑な気持ちだな。僕たちを慰めてくれたのかも。甘く見られた気もするけど。フェアリーへの挑発と認識受けて立ちます。防衛軍総司令のスマートフォンのパスワードをも解読してみせましょう。ほら張り合ってないで、脱出ルートの測定を済ませてしまおう。通信ネットワークのデータを照合中。余剰データを排除。有用な情報を抽出。フォローの新しい出口を特定しました。余剰データを排除。フォローの新しい出口を特定しました。警告。お見事で、次回のだ。マスターは、そのよほど死を恐れて奴らに気を取られないで。偽物ですらこの実力なら本物がどれだけ恐ろしいか。前方に自立補助ユニット、重装ストライカー、エーテルシールド。生半可な攻撃なら弾いてしまう。背面から叩いて。くよー、邪魔しないで。
どうやら私の正体は隠し通せたみたい。あなたのおかげね、ブラッドレッドメロディーズ。変な肩書きばっかりつけないでほしいな。いつか名刺を作るときスペースが足りなくなりそうだ。その手を汚しちゃったわけだけど平気？人は手の汚れる仕事をするとき手袋をつけるでしょ。いわば私は防衛軍にとっての手袋に過ぎない。それが汚れたところで大したことではないわ。私は大したことないとは思わないけど、あんたの気持ちはどうなるの？裏切りは吐き気を催すほどの邪悪だけど、この状況においてはその苦難を忍ぶこと自体が何より忠誠の証になる。どんなに汚れをかぶったとしても私は本物の裏切りには染まらない。これがあなたの聞きたかったことかはわからないけど。今夜行動を開始する。あのスパイが反乱軍のリーダーとの面会をセッティングしてくれたわ。あなたは私をホロー内の指定位置までガイドするだけでいい。わかった。軍の包囲はもう完了してるの？民間人が心配する必要はないわ。防衛軍は秘密裏に精鋭部隊を派遣した。反乱軍に逃げ道なんてない。では始めましょう。それと見直したわ。何を？何かいいことでもあったの？今夜は遅刻しなかった。お、笑った？時間通りに私に会えてそんなに嬉しかった？そんなに驚くことでもないでしょ。私を喜ばせることはたくさんあるわ。戦績、昇進、裏切り者の血、激辛ラーメン、それと肩を並べて戦い続けられる戦友。これからもよろしく、クリムゾンワイズハーミット。ただし嘘や言い逃れで私の信頼を裏切らないこと。あなたをこの手にかけることはしたくないわ。私はテクニカルサポートだね。終わったらごちそうだ。
裏切り者との面会場所はこの先よ。警告、未知の脅威を探知。状況は正常ではないようね。野倉さん、プロ騎士パエトーンのガイドのもと、お約束の場所に着きました。しかし貴殿らのリーダーの姿はありません。それに尋常ではない兵士の数、これは一体すまんな軍人さん、別に何か面白くて笑ったわけじゃないんだ。どうにもこの怒りを言葉にできなくてね。よくも俺を騙してくれたな。貴様は俺がパエトーンに抱く敬意を利用し、この純粋な心を踏みにじった。落ち着いてください、モグラさん。何をおっしゃっているのですか。シラを切るな。貴様らの魂胆は最初から見抜いていた。クリムゾンアイズハーミットという名に聞き覚えがあるはずだ。全然。ほう、それはあの卑怯な羊飼いの情報網がとっくに同業者の手に落ちていると知っての言葉か。まあ情報屋同士のいざこざに興味はない。貴様らはこれだけ知っていればいい。ここが貴様らの墓場となることをな。網なくして淵に臨むべからず。地の底に身を潜める生き物に軍人の在り方はわからないでしょうね。何？先手を打ったつもりでしょうけど、行動を起こしているのはあなたたちだけではないわ。防衛軍の精鋭部隊がすでにこちらへ向かっている。直ちに武器を捨てて防衛軍に降伏せよ。さもないと防衛軍の栄光のため犠牲になってもらう。トリガー、現在地を報告せよ。ノイズが。なかなかためになるお言葉だったが、無駄なあがきだ軍人さん。いや、ペテン師どもめ、このジャミングのパターンに覚えがあるだろう。何せこれは貴様ら防衛軍の設備だからな。そうだ、あの時貴様が自ら仕掛けた盗聴機能付き発信機だぞ。貴様は装置から発信された情報を記録すべくわざわざ小細工をしていたな。俺があらかじめ内部の構造をいじっていたとはつゆ知らず。今このホロー内で通信が可能なのは特殊な周波数変調方式を用いている我が反乱軍のみ。貴様の大事な戦友たちは今頃頭のないハエのごとく路頭に迷っているだろうな。もっともそう長くは待たせないさ。貴様の血が乾く前にこちらから迎えに行ってやる。裏切り者め、妄想も甚だしい。ここは私に任せて、彼らを足止めして時間を稼ぐ。偽りであることは百も承知だけど、パエトーン、戦友を、私たちを助けて。私が足止めする。あなたは逃げて。撤退ルートを大至急計算中。逃がすか、あのボンプを捕まえろ。僕たちを見くびってもらっては困るな。撤退ルートを大至急計算中。敵軍による追跡信号のロストを検知。依頼人が置かれている困難な状況を鑑み、一刻も早く彼女の所属する防衛軍小隊と連絡を取ることを推奨します。連絡に関しては心配ご無用です。あなた様の全能なる助手はすでに近くの
防衛軍連絡所の位置を特定しました。そこへたどり着けばいかようにも対策を練れるでしょう。この団体射出装置使えるかも。キャロットのデータを読み取り中。中11号個人の電話番号を発見。万一のために保存しておきます。ダメだ、確かに連絡所からは全ての秘匿回線にアクセスできる。だけど今は通信ネットが妨害信号だらけで信号受信できないようだ。提案、防衛軍の通信プロトコルを切り新しい通信ネットを立ち上げることを推奨。直近2回の依頼を経て断片的な防衛軍の通信データが履歴に残っています。それを取得し一時的なコネクションの構築を試みます。君の画面にある履歴の削除ボタン機能してないと思っていたんだ。まあおかげで助かったから今回は多めに見てあげよう。それじゃ早く早く。軍用通信ネットワークバリアスプランバージョンをアップロードしました。緊迫した状況下につき本来あるべきお褒めの言葉は割愛いただいて問題ありま。すごいな、成功したみたいだ。外部からの信号とつながった。あなたの姿を視認しました。どちら様、どこにいるの？警戒する必要はありません。私は11号の戦友です。あなたのおかげで通信が回復しました。ご協力に感謝いたします。11号とあなたの協力状況についても把握しております。こちらで攻撃体制を整えておきますので、あなたは11号の支援に戻ってください。11号のところに戻るなら来た道を戻るのが一番だけど、反乱軍の追手が待ち伏せているはずだ。僕たちだけじゃとても。ご心配なく、微力ながら私が加勢いたします。私たちと一緒に来る？今から来れそう？それとも迎えに行く？いいえ、先ほども申し上げた通りこちらからあなたが視認できています。それだけで十分です。申し遅れました。コードネームトリガー狙撃手です。援護いたしますので安心してお進みください。11号をよろしくお願いいたします。無事に戻れるよう私が援護いたします。全身を援護いたします。11号が戦っていた痕跡がある。彼女が心配だ。急ごう。
ここは通さんぞ。道を塞がれた。2つの制御盤を同時に押さなきゃ。ちょっと手伝って。もう封鎖を突破されただと。ターゲットロックオン。増援を呼ぶんだ。あいつらを足止めしろ。そうはさせません。私が足止めいたします。彼女を支援してください。あそこにいる裏切り者は目の前よ。ペテン師どもめ、もう追ってきたのか。なぜこんなにもしつこいんだ。これほどできるやつがパエトン以外にもいるのだとしたら、俺の信念が揺らいでしまうではないか。急に褒められちゃった。我が兄弟たちよ、あとは任せたぞ。いいか、真の正義のためにかかれ。そして来たる反抗のために兵力は温存する。主力部隊は今すぐ撤退。
ここは我々にお任せを。あいつらを食い止めろ。ハイザーの兵に逃げ道なんてないわ。武装を捨てれば命は助けるわ。捕虜の扱いについてはあなたたちも熟知しているでしょう。モグラさんの居場所を吐けば叱るべき優遇を受けられると約束する。向こうはああ言ってますよ。ジュニ、相手はただ者じゃありません。今の火力では勝ち目など。順位などという肩書きはとうに捨てた。我らが大義の下では皆対等に戦友なのだ。軍の悪行を暴くためにはここで歩みを止めてはならん。真の正義は我らにあり。戦友たちよ、進め。本当に進むのですか？進むしかないだろう。銃があればまだ一筋でも活路を見出せる。だが還元につられて銃を捨ててみろ。その瞬間に死へとまっしぐらだぞ。というと？教えてやろう。先頭に立っている11号という女、あいつにはこんな話がある。いつからかは知らないが、あいつは裏切り者に並大抵ではない憎悪を抱いていて、あいつに捕まった裏切り者が取り調べ室を生きて出てきたことはないと言われているんだ。つまり死刑を加えていたと？そんな話今まで一度も聞いたことがないですよ。あいつの部下はよほどもみ消しがお上手なんだろう。何はともあれ、あいつの手に落ちることだけはなら。その両手はすでに裏切り者の血によって赤黒く染まっているのだからな。効果はいまいちみたいだね。どうする？いいわ。どうやら力ずくで従わせるしかないみたいね。聞いたことがあるぞ。我々のような裏切り者に決して容赦はしないともな。あいつの言う通りだ。私以外の兵は何も知らない。モグラさんと連絡を取っていたのは終始私一人だ。私のことは好きにすればいい。しかしあいつらには公正な裁判を受けさせてやってはくれないか。何か勘違いしているようね。私は兵士であって刑務官ではないわ。あなたを含めこの場にいる者は全員が軍法会議にかけられる。お前自ら手を下すんじゃないのか？あなたがどんな話を聞いたのかは知らないけれど、自分からモグラさんと連絡を取っていることを認めたわね。奴の居場所を吐けば全員量刑については侵蝕の余地があるでしょう。捕虜たちはなかなか頑固だった。だけど最終的にはモグラの逃げた方向を吐いたわ。あの人が言ってたこと本当なの？
聞いていいのか分かんないけど、私が裏切り者に対し私的に制裁を加えていたという話。軍人はただ上の命令に服従するもの。その中には外部に公開できないような命令もあるわ。実際公に掲示されるのは食堂の夏季限定メニューくらいのものよ。私はただ兵士としての責務を全うするのみ。この忠誠に汚れなく純粋であることは求められていないから。これ以上この話題を掘り下げる必要はある？今優先すべきはモグラを追撃することよ。先導してプロキシ。これより決戦に臨むわ。戦闘態勢を整えて。生産させてもらう。1号から連絡が来ていたよ。彼女たちは捕虜を収容所に連行するため先に撤退したそうだ。つまり今ここには僕たち以外誰もいないってことだ。この声、偽物のパエトンの声じゃないぞ。貴様は誰だ？君の企みはほぼうまくいった。ただ致命的なミスを2つほど犯したね。1つ、君はあの兵士の実力を甘く見ていた。2つ、最初に言ったろ、正真正銘僕たちは本物のパエトーンだと。なあ、フェアリーによるとフォローがものすごいスピードで収縮、崩壊に向かっているようだ。やるべきことは達成したし、そろそろ脱出しよう。まあ、助けてください。パエトーン様、あなたの忠実なモグラ、いや犬になりますから、どうかお助け。
あ、声が聞こえなくなった。やっと終わったんだね。先に撤収してしまって悪かったわ。フォローに長くとどまることのできなかった捕虜が数名いたの。隊員さんたちは？てっきり会えるのかと思ってたけど。先に帰還するように伝えておいたわ。また機会があればあなたたちを正式に引き合わせるつもりよ。クリムゾンワイズハーミット、プロ騎士としての手腕はもちろん、その迫真の演技や臨機応変さにも深く感銘を受けたわ。実はそれ偽名なんだよね。私本物のパエトーンだから。よっぽどパエトーンの役が気に入ったのね。でももうお芝居を続ける必要はないわ。大丈夫、あなたならきっといつかパエトーンに匹敵する名声を得られる。では私もそろそろ帰還しないと。戻りがてらラーメンを食べていくのもいいかもしれないわね。この辺りに美味しい激辛ラーメンの店があると聞いたの。もし評判通りの味なら今後もこの近くで私を見かけることになるかもしれないわね、クリムゾンチリペッパー。また変えちゃうし、これからはパエトーンって呼んでね。なるほど、まずはそう思い込むことから始めるのね。分かった気がするわ。さようならパエトーン。お互いに今晩は美味しいラーメンが食べられるといいわね。